はい、どうも皆さん、こんにちは。ピンプロです。今回は、アークサバイバル、アベレーションの、リーパークイーン、トラップハウスですね。こちらの方を紹介していきたいと思います。で、まず簡単な形なんですが、こんな感じになりますね。それでは、説明していきましょう。まず基本的に、フラットな足場が作れるのであれば、フラットで埋めてしまった方が非常にやりやすいです。で、基本的にはですね、4マスですね。4マスで、だいたい5マスから6マスですね。今回5マスプラス、ストッパーの1マスで、6マスで作ってあります。5マスぐらいでもしっかりと捕獲できるんですが、まあ、6マス、7マスぐらいで、フラットな場が取れるのであれば、取ってしまった方が非常にやりやすくなっています。で、こちらの注意点なんですが、ストッパーの位置ですね。こちらのストッパーの位置からですね、ここから捕食モーションが出るとして、追加で3マスのフラットな場ですね、ここが非常に重要になっています。ですので、一番重要なのは、このフラットなストッパーの場から、だいたい高低差にあまり段差がないように、こちらですね、ストッパーからだいたい3マスぐらいですね、この辺まであまり高低差のない足場が安全マージンとして取れると、まずまず確実にキングの植え付けですね、こちらをさせることができますので、基本的にはですね、クイーンのトラップの場として5から6マスとプラス3マスぐらいですね、取れると非常にやりやすくなっています。で、こちらの形なんですが、柱で4マスですね。で、上を天板で埋めてあります。で、この形にしますと、基本的に尻尾からのトゲアタックですね、こちらもほぼほぼ全て位置次第でたまに貫通してきますが、ほぼ無効化できますので、コスト的にもこの形が非常にやりやすいです。で、こちらの天井なんですが、3マスにしてしまってもクイーンの方を捕獲できるんですけれども、4マスにした方がですね、非常に使い勝手がいいので、個人的には4マスをお勧めします。というのもですね、4マスにしますと、こちらのロックドレイクですね、ロックドレイクやカニなどで釣ってきた際ですね、そのまま抜けられまして、非常に簡単にクイーンの方を釣ってきて、そのままですね、こちらのハウスの方に誘導しやすくなっています。こちらのカニなどでやる場合もですね、高さ4マスのストッパーを1マスですね、つけておけば普通に抜けられまして、クイーンの方が抜けられなくなっています。で、この形にしておけば、非常したままですね、このように簡単にクイーンの方のライフですね、こちらの確認もできますので、基本的なひな型としましては、極力フラットな場ですね、フラットな場で可能であれば、高さ4マスのストッパーとして、このように1マスですね、下げて、下3マスぐらい開けておくと、クイーンだけストップして、非常に簡単に、騎乗したまんま中に入れて、釣り出せるようになっています。で、こちらですね、今回の場合、分かりやすく、まずはフラットな土台で、全部高さを合わせて作ったんですが、まあ、トラップハウスを作る場所ですね、によってはこんな広大な場所が確保できないということもあると思いますので、今回ですね、直置きバージョンの非常に応用編で作りやすくなっているのを実践型として作りましたので、そちらの方に移動していきたいと思います。はい、というわけで、こちら土台が大量の広場ですね、などが確保できなかった場合に、極力フラットの場として柱をスナップ設置でですね、4マスかける高さ4マスで、このように現地で作ってあります。で、この際ですね、やはりストッパーの位置ですね、こちらのリーパークイーンの捕食行動から前方2マスから4マスぐらいですね、ここから前方に約4マスぐらいですかね、3マス4マスぐらい、極力高低差をなくすために、ならしでこのように土台を作って、こちらのクイーンの捕食位置からですね、ストッパーの位置から
極力高低差をなくして捕食を食らう際ですね、ある程度高さをフラットにしてこのように作ってしまえば、この形でも十分にリーパークイーンのトラップハウスとして機能しますので、今回分かりやすいですね。ストッパーからスナップ設置で、ここで2マス、3マス、4マスと、ちょっと足りない場合は、まあ、土台下げを使って、ここが1段下がっているんですけれども、こんな感じでですね、こちらの捕食位置からほぼほぼ高低差がないように、こちらの前方の捕食されるステージですね、こちらを作っていただければ、綺麗にリーパークイーンを釣ってきて、キングの卵を植え付けられることができます。それではこの邪魔な柱を一旦壊して、さて、それでは分かりやすくですね、クイーンの方を釣ってきて、こちらでキングの卵の植え付けですね、こちらの方を食らっていきたいと思います。さて、それではですね、こちらのクイーンの方をトラップハウスまで誘導していきましょう。まあ、ちょっとトラップハウスまで遠いんですが、分かりやすくこのままですね、ドレークで釣っていって、なおかつトラップハウスですね、そちらの方にきれいに入れるまでちょっと釣っていきたいと思います。結構遠くてもですね、こちらのクイーンの方、尻尾からのトゲミサイルで気絶値の上昇だけ気をつけて、あとはブルロビアの地中からのダイレクトアタックですかね、それさえ気をつければ、結構な長距離でもちゃんと道さえあれば割りかしついてきてくれますので、トラップハウスの方まで誘導していきましょう。でこちらのトラップハウスですね、一応手動で閉めてもいいんですけれども、今回ですね、アベレーションから充電式バッテリーが追加されましたので、非常にお手軽にリモートコントローラーの方が使えますので、余裕があればですね、このまま綺麗にトラップハウスの方に誘導して、下をカニやドレイクなどですね、でささっと抜けてしまうと非常に簡単にトラップハウスの方に入りますので、こちらの方に入ってくれたらですね、余裕があればリモートキーパッドに充電式バッテリーをつけてですね、閉めてしまうと非常に簡単に捕獲できます。捕獲してしまえばですね、こちらの方でほぼほぼトゲの尻尾ミサイルですねは無効化できますし、このまま騎乗したままですね、クイーンのライフの確認もこのように簡単にできますので、あとはライフを2000以下までこのように殴って削っていきたいと思います。さて、それではライフの方ですね、ちょっと削っていきましょう。はい、というわけでライフを 5% 以下ですね、まあ、大体4万5000から5万ぐらいありますので、まあ、大体2000以下を目安にこちらの方を削ってきて捕食行動を受けていきましょう。一応起乗したままですね、ライフの方を確認できますので、あとは微調整して、だいたい2000以下ぐらいですね、まで削ったら、あとは極力こちらのピンクのモヤですね、これでも捕食状態になってますので、極力クイーンの位置と捕食される位置の高低差をなくすようにして捕食行動を食らいましょう。
も暑いですね。捕食が来たら、ちょっと高低差がありすぎる場合ですね、このように外れますので、あと高低差がありすぎると基本的に何かしらの地形などにスタックして捕食が失敗する可能性がありますので、気をつけて。ちなみに高レベルになるとセラミックだろうが金属だろうが基本的になぎ払いでほぼほぼワンパンで食われてしまうので、最初下手でも大丈夫ですね。あれですね、現地で作ったのでちょっと高低差がありますので意外と捕食を食らいづらい状態ですね。こんな感じで捕食を食らってで、その後ガードしておいた方が一応無難ですね。基本的にキング植え付けた後はこのように逃げるんですが、たまに薙ぎ払いや噛みつきを食らってそのままお亡くなりになることがありますので、こちらのリーパークイーンのトラップハウスですね、今回は現地でスナップ設置で作った関係上、少しクイーンの捕食位置とこちらのお立ち台ですねに段差がありますので、基本的にちょっと段差があるとですね、先ほどの捕食行動中に何かしらにスタックしてキングの植え付けですね、こちらがスタックしてしまって解除されてしまうことがありますので、冒頭で作りました広大な敷地がある場合ですね、フラットな土台で高さを合わせると非常に簡単に被弾からの植え付けですね、こちらを食らうことができます。でない場合ですね、ある程度こちらのストッパーから位置調整して土台でかさ増しですかね、してうまいこと位置調整するとこのようにトラップに入れたままですね、キングの方を植え付けられますので、今回はアークのアベレーションですね、こちらのリーパークイーンのトラップハウスの紹介になりました。